松下義成は、日本のグラフィックデザイナー、オートバイレーサー、モーターサイクルジャーナリスト、東京都出身、埼玉県埼玉市浦和区在住、中学時代に見たバイク雑誌がきっかけで、バイクに興味を持つ。高校は、浦和学院高等学校に野球部の特待生で、進学し2年の時に投手として、マウンドに立つも肩の人体帯を切断し、マウンドを降りる。卒業後に、 自動に和重型限定を取得し、鈴木ガンマ88に初めて乗るも事故により骨折入院の重傷を負う。その後、友人の勧めもあり、鈴木グース350でバイクに復帰する。2008年にはモテギ7時間耐久レースにおいて優勝する。2009年には、マンシマ TT レースに初参戦するも、転倒し品種の重傷を負う。 2010年からリハビリに洗練し、2011年に、マンシマ TT レースにプロッツァの TT011 で、再び挑戦し、TT0 電動バイク部門で5位に入る。2012年には、スーパーバイククラスで、完走39位中36位。スーパーストック TT は42位で完走、TT0 は、未来の TT012 で参戦するもマシントラブルでリタイア。 同年の鈴鹿8時間耐久ロードレースでチームトラスより参加し18位で完走している。次のルマン24時間耐久ロードレースでも9位で完走。2013年に3度目のマンシュマ TT レースに参加するも予選でバラクライベントにおいてジャンプする際、着地に失敗し、転倒、マシンは道路標識の左側に衝突し、松下は即死状態であった。 これによりプラクティスは中止となり、初ネミクとコラボした未来のいたバイク TT013 で出走予定であったが乗ることができず急遽、進行の深かったイアンロッカーが代走した。ありがとうございます。